はい、永遠の議員ゼロでおなじみのミンツク党。何それ、永遠の議員ゼロ。この百田先生のネタやった時に思いついて、百田先生は永遠のゼロやけど大津さんは永遠の議員ゼロ。やなと思って、どうしたいつぼったんか。永遠の議員ゼロ、永遠の議員ゼロでおなじみのミンツク党、大津彩香党首ですけどもね。つやらいつぼってるやん。だって永遠の議員ゼロやもんの。この調子でいったら永遠の議員ゼロやで。まあたとえ議員がいたとして、あの、うん、もうね、あの出たとしても、うん、議員が出たとしても、うん、もうすぐこう首をピッてこう、ああ切られるかもしれんからな、うん、永遠の議員ゼロですよ。はい、えらい、あ疲れた、笑って疲れた、えらいサイレントで笑ってたもん。別に声出して笑えばいいやんけ別に。いやもう、まあ、声出して笑うようなあれじゃなくて、永遠の議員ゼロ。ありません、師匠だって、まあまあ、笑うときに声が出ないときと声が出る笑い、まあ、まあそれでさ、大津彩香さん、永遠の議員ゼロのミンツクでおなじみの大津彩香さんがさ、うん、石神井公駅と最終演説の練馬高野台駅でご挨拶をさせていただきましたって、うん、終わった後の挨拶ってことね、うん、落選したにもかかわらず頑張ってねと今日もたくさんの方に握手をしていただきました、とても胸が熱くなります。言っていいかな、どうぞ、ほんまかな。俺の心が汚すぎるのかな、これを嘘やって言ってしまう、まあ、ほんまかな、どうかは分からないですけど、うん、師匠、うん、ただ一つ、今写真見てるんですけど、うん、あの言えることは、うん、寂しい背中、まあ、写真出しませんけどね、うん、まあ、まあ、永遠のゼロやから、永遠の議員ゼロやからな。なんかしゃあないよね、永遠の議員ゼロのオーラが出てるよね、やっぱり、ね、なんかあのアニメとかである、うん、こうあのなんていうんですかね、あの仲間が去っていく時を見送るというか、なんというか、あのこうなんかあの仲間に置いていかれたというか、なんか見送るみたいな感じ、それ寂しい、熱い思いを託してくださった皆様のお気持ちは、言っとくけどよ、はい、練馬9区の7245票、はい、まあ、返さなあかんお金に近い数字やけどな、7245票、うん、アホちゃうけ、7245人、ちょっと考えて入れろや。あれじゃない、あなんか自民のな菅原一秀な、ちょっとあかんからな、もう自民党自体も裏金問題もあるしとか言って、菅原一秀自体もな、なんかなあ、あら問題やったからな、で公民権停止させられてたからなって言ってさ、そっちに入れたんちゃうけん、だからもうだからって言って、立憲にも入れ、で立憲にも入れられへんからなって言って、で民津くんを大津彩さんに入れたんちゃうんか。そんなバカなことすっからさ、立憲が勝ってしまうねんけ、山岸が勝ってしまうねんけ。普通に菅原に入れとけや、それやったらよ、わけわからん。そういう意味ではなんつうのかな、あれやんな、あったまるよね、よりにもよってこんなね、ボンクラバカ姉ちゃんにさ、よう入れるよね、ほんまに。はっきり言うた。ボンクラ無能バカ姉ちゃんにさ、よう入れるよね、ほんま。と思うし、てーたらくもいい、てーたらく、なんか俺のミンツク党っていうのかな、まあ、大津彩香さんを含めたさ、その周り G とかさ、その辺も含めて、なんかてーたらくっていう言葉が俺の中で一番しっくりくるのよね。こんなてーたらくな党ないと思うんだけどな、ほんまなんかやめてほしいわっていうこともあるし、ほんでさ、大津彩香さんがリポストしてんねんけどさ、うん、女性の当選者は結構最多に2009年の54人を上回るっつってさ、衆院選で女性の当選者がこれまで最多だった2009年の54人を上回りましたって言ってるけど、お前何も関係ないよね別にね。いや、どういう意味でこれ、まあ、女性の当選者がこれまで最多だった54人を上回りましたはいいねけどさ、俺言っとくけど別に女性が議員になるなとは言ってないからね、言っとくけど、うん、いつもそのなんかクオータ制とかわけのわからん不平等なことを言う、なんかのたまわるボケに対して怒ってるだけで、女性の議員が増えること自体は俺は別にそれが民意なんやったらしゃあないし、それでいいと思っているしね、言っとくけどね、女性なんかが議員になるななんては俺は言ってないからな、言っとくけどな、うんうん、ね、なんか平等を謳った不平等をな言う
やつが許せへんだけやからな。その大津彩香もそうやもんな。クオータ制を取り入れなければなりませんねとか言ってたからバカかっちゅうねん。クオータ制なんてバカの極みやねん。まあそれでさ、54人上回ったのやけど、え、入ってないやん。大津さん、その54人、これね、その54人の中に大津さんが入ってんやったらまあ分かるけどさ、うん、なんか、え、どういう意味って思わへん、これ。あれか、下のこれ、衆院選には314人の女性が立候補し、全候補者に占める割合は 23.4%、女性候補者の数、割合、いずれも過去最高を更新しました。これもめっちゃミスリードやんな。これさ、うん、立候補者は 23.4 なのよ、うん、でも当選したのは 15% ぐらいやったかな確か。えだから立候補者は23やのに、うん、当選者は 15% ぐらいなんよ、うんうん、さてどういうこと。やっぱり女性は求められてないってことなのか、うん、何回も言うけど別にね、何回も言いますけどこれもう何回言ったか分からへんけど、うん、あの有権者は女性の方が多いんですからね。あのこれさ、うん、コメントでいただいたんやけどさ、うん、有権者が女性の方が多いなんて知りませんでしたっていうコメントあったんやけどさ、うん、ええと思ったんやけどさ、それはちょっとそれはあれじゃないとか思ったんやけど、おのずそんなも女性の方が人口多いなんておのずと分かるやんな。そんな女性の方が平均寿命が長いんやからさ、うんうんうん、多いに決まってるわけで、それで有権者がさ、もう女性がいる、女性のが有権者多いのに、やっぱり、女性が立候補してもあんまり当選しないっていうのは、うん、まあだから今までで一番多かったから上回ったやろうけどさ、うん、っていうのはやっぱり俺は思うのよ。女性が一番分かってんのちゃうかなと、うん、女性は政治に向いてないと俺はそう思ってるんですけどね。それ女性が一番頭のいい女性はさ、それが分かってるからさ、やっぱり女は向いてないよねっていうのは自分だってさ、俺もさ、やっぱ男、だって男がさ、なんちゅうの、幼稚園の先生、うん、やっぱ向いてなくねと思う。なんで黙んねん。あー、どうだろう、だって弟子、あれどっちだったっけ、小学校かな、あれ何やん、何幼稚園だったっけ。いや、弟子のその当時を思い返すと、うん、あれ結構男の先生にその小学校とか、うん、ちっちゃい時受け持ってもらって覚えがあるなぁと。小学校はいるわ、それ。あれ幼稚園いたっけ、まあ、幼稚園は俺は皆無やったね、俺の時はね。男の先生、まあそれはええとしてもさ、やっぱりさ、うん、それ女性が大体なんか聡明な女性はさ、女に、うん、こんなこと言ったら怒られるのかな、女に政治家は向いてないんじゃないって思ってる人が多いからこういう結果なんやろ、うんうんうん、もっと女性自身が、いや、女の人に政治家になってもらいたいって思ってんやったらもっと受かってるはずやんね、うんうんうん、だから求められてないんじゃないの。だってさ、選挙でさ当選するっていうのは求められるか求められないってないかの話なんやから、それが事実やんね、うんうん、まあそれはいいねんけどよ、まあ、ちょっと話が脱線してしもたわ。なんせさ、うん、関係なくね大津さんはこの立候補した中に、この314人の中に私も入ってるんですよってことが言いたかったのかな。かもだからこれがあの私当選しましたよっていうのに入ってんやったら、だからこんなことをリポストするってかっこ悪くねっていう話で以上です。はーい。日本で一番嫌われ